足を固めないって言いましたけど、合気道って自由。うるさいね。聞こえるね。合気道ってね、合気道ってね、自由のためにやってるんですよ。で、相手は自由を束縛しようと思ってこうやって掴んでくるので、僕の自由を奪おうとしてるので、それに対抗して自由じゃなきゃいけないわけ。僕は自由で、こうやって掴んできてボカッてやったら不自由、すごく不自由なの、ね、やられちゃうから不自由になっちゃうんじゃない。で、こう来た時に自由なんだよって、でこうに逃げてもいいし、自由のためにやってるので、こうなんていうのかな、自由に逃げれるとか投げれるとか、自由に体を使いたいわけ。そのために訓練してる、稽古してるのね。だからそういうことが初めから思ってないと、形にとらわれちゃって、形にとらわれてるってのは不自由、すごく不自由、自分が不自由。形にとらわれてない方が自由なの。だから形、来たらさよならって、自分の自由なんだから、あんまり形にとらわれないことね。こうやって塩投げやる、こうやって自分が自由にしてるんだよね。で、こう来た時にこう来たら、自分が自由に回ってきたら、こう塩投げになっちゃったっていうのが本当の姿 なのね。で、塩投げやりましょうって言うと、みんなこうやってこういうところにこうやって下くぐらなくちゃって思うから不自由になっちゃうんだけど、そういうことを考えないで自由のためにやってるっていうふうに思うとね、こう自由なの、自由なの、そういうふうに思った方がいいので、そういうふうにやってほしいんだよね。それで形がいろいろあるから、塩投げの形ね、こういう基本は自由だから、形があるからそれをやってるんだけども、自由の追求のためにやってるというふうに思った方がいいのね。自由のために自分が動いてるって、そういうふうに思って、稽古してほしいの。で、まあ塩投げってこうあるからね、こう不自由になっちゃったら、ああ不自由だって、こうやって持たれちゃって不自由だって気づかないと治らないの。こう不自由のままやり続けるとすごい大変じゃない。だ、ああ不自由なんだって、こっち行ったら不自由だなと思ったらやめて、こういうふうに自分の自由だから、形はあるけども、自由を優先してほしいってこと。自分の自由を優先して、だ、形あるけど小投げやれって言われたら、まあ、行かなかったらこう離れてさよならでもいいの。自由のためにやってるから、で、そういうふうにやってほしいんですよね。それで塩投げって形があるから少しやってね、こう自由のためにやってるって、自由のためにやってる。だから形を追っかけるのもいいけど、あんまり形にとらわれちゃうと不自由になっちゃうから、あんまり形にとらわれないで自由にやりましょうって、そういう話。じゃあ少し塩投げでやってみましょう。彼は妨害してくるわけ、自由を束縛しようとしてくるわけで、それ分かってんの。だからこうやってやって持たれちゃったらもう終わり、もう僕は自由ないの、自由ない前にこれが来ちゃうんだから、こうやってやったらもうや、こう怖い顔して俺の方に狙ってんだけどねそういうだから、こういう位置からっていうのは、そこで礼をして始まる位置からもうスタートしてるってことで、こうやって持たれちゃったら終わり、もうやられるしかないの、もう死んじゃうしかないの。だからやられないためには、こう来た時に、あ、やばいなって、ほら自由だから、ほら持たれちゃったら死んじゃうんだから、持たれちゃったら引っ張り込まれてやられちゃうの。だから持たれないようにしてるの。もうこうやって見せてるから、稽古だから見せてんだけど、持たれないようにしてんの。だからもう持たれたら終わりだと思ってんの。だから持たれないようにして、自由を希求してるっていうかな、自分の自由を尊重してるっていうか、自分の自由が第一優先だと思ってるから、それで彼は自由を束縛しようとして持ってきてるんだからね。
だから それに反抗しなきゃいけないわけ。反抗するのにこうやって持たれちゃったら終わりだから、こうやって離れたところから、ああ来た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 、自由だよって、そういうふうに僕は自由を求めてるってことね。で それでいろんな形があるから、それで合気道っていうのをやってんだけど、こうやって持たれちゃったら終わりだから、こうやって後ろ入って持たれないようにしてる。で彼はおへそが向こう向いちゃってるから死角だよね。で彼は何もできない、で僕は自由で、自由のままさよならって、でさよならっていうこともできるし、ああこうやってこうやって後ろ入ってくれば、こうやって来れば、僕はなんていうの、投げることもできる、何でもできるって、何でもできる自由、何でもできる、足つないでこっち入ってくればこういう形、何そういう自由、自由だから逃げることも、なんていうのかな、どうすることもできるわけで、自由なの、自由だから形がある。あ、それで形の稽古してるってことね。 でそこを分かってもらいたいわけ、最初初めからね。それじゃないと形の稽古になっちゃうから、バッて塩投げとか弓投げとか形の稽古やっても意味ないからね。自由なんだから、みんな自由で、足が止まっちゃいけないで、自由のためには自分の中にこういう手は自分の中に入れとかないと、これ手自由じゃないよね、引っ張り込まれてやられちゃうの。だから自分の中に入れときましょうって、こう入れとくので、ここで粘土細工するのと同じで、ここは近いから自由に手が動く、ここは不自由、ここはすごく不自由、何しろ意識がないから、ここね、相手の自由で束縛されちゃってるっていうか形じゃない。だからこうやって腰回して自分の手の中に入れておくっていう、そういう話、自分の意識の中に入れておくっていうのが自由だからね。で こうやって力入れてたら自分自身が不自由になっちゃうの。だから力抜いてるし、死にたいじゃないんだけど生きてるで、転換して あちらどうぞ、あ行きたいんですかって、そういう、それが自由なのね。そういうふうにやってんので、まあ形がいろいろあるから塩投げとかやってんだけど、今度入り身投げっていうのはね、入り身投げは後ろに入んの、さよならってこうやってさよならしてもいいよ、それから通り抜けてその時に落とした、それでもいい、自由だから何でもできるの。何しろここにとらわれちゃったらできない、不自由なの。でも自分が自由だから、初めからこうやってきて、あっやばいな逃げちゃうよって、そういうふうに逃げちゃってもいいので、通り抜けざまにこういうふうにあったから、こういうふうに落としてきたら、こうなんていうのかな、自分の自由じゃないの。入り身投げって技があるからそういうふうにやってるわけじゃなくて、自分の自由のためにやってるって、そういうことを思い出してほしいのね。でこう来たら、はい、お吐き、それさよならでもいい。でもで、ね、近いところが強いの、遠くだぞ、すごい力、不自由だから近いで、近いところに落とす、近いところに落とす、落ちて、そして近いところに上げる、で出てくる、それだけしかやってないんだから。でちょっと入り身投げのね、稽古形があるから、こうでさよならしてもいい、でも振り返ってきたらこうなって、近いところからこう、じゃあそういうで入り身投げっていうのがあるから、入り身投げの稽古、形を使って自分の自由って話しましたけど、自分が安定してるのが一つ、それと相手に拠り所を作らないっていうことが一つね。相手に拠り所っていうのは、自分が拠り所を求め、こうやって求めていくと、力入ってると、ここが拠り所に、彼にとっての拠り所だ、ここがね。だから力抜いてんの、力、自分の力抜いてた方がいいので、例えば来た時にこうやって力でやろうとすれば、ここは拠り所になっちゃうの、彼の、こういうふうに受けていいよ、受け、そしたら拠り所になってか、で競い合いになっちゃうので、競い合いになったらやられちゃうの、彼の方が強いんだから、でこういうふうに来て、こういうふうに来て、回ってそうこうやられちゃうんだよね、こうやり寄り所にしたから、自分が寄り所にしたから、
だから自分が寄るところ、相手に寄るところ、ちょっとうるさいね。相手の寄りどころにならないようにした方がいいの。できるだけね、できるだけ、それはできるだけなので、初めから完璧は無理、我々は無理、全員無理だから、無理なんだから、少しずつ少しずつで、寄りどころにならないように、寄りどころにならない、寄りどころしないの、寄りどころしないでこう後ろ回ってきてさよならでもいいの、何しろ寄りどころしないの。寄りどころしないためにはいろいろ方法があるんだけど、それは稽古して掴んでほしいんだけど、本当はね、こうあんまり力を入れないっていうことが基本的だから、基本的に力入れちゃうと寄りどころになっちゃうから、だからなるべく力を抜いて、死にたいじゃない、死にたいじゃないの、死にたいだと、死にたいじゃないので、力を抜いてるってことね、力を抜いて自由に動くで、自由に動くと寄り所作らないから、でそういう話ね、ちょっと話がちょっとちょっとうるさいからね、聞こえてるよね。じゃあそういうことでね、今度はじゃあ一挙っていうのやりましょう。一挙っていうのはこう2つあるの、今度は外から持ってきたらね、外から入んなきゃいけないので、こういうふうに入ってきてくるとこの手があるのね、こう狙ってんだよね。でむやみに入ってきゃボカってきちゃって終わり、それ死んじゃって終わり、刺されちゃって終わりって、そういう形だから、この手を止めなきゃ、こうやって止めたいの、こうやって来た時にあーって見てないとダメ、見てないと、足が来た時に見てないと、足が来るの、足がグーッと止めるの、止めるの、それで、ね、こういうふうに入ったの、場所を奪ったの、場所待って、まあなんていうのかな、彼は掴んで引っ張り込んでボカって、そういうとかこの手でって来るんだよね。で これを止めなきゃいけないわけ、自由のために、僕は自由のためにやってるんだから、自由のためにこれここ来るだ、来ない前にこういうふうに来た時に、ああいや来ないでねって止めたいので、自分が安定していたいの、そして足も自由、それでこういうふうに取りたいわけで、何もしてないよ。で彼はこの手をこっち出してきた方がいいかなって出してるわけで、それをねこうやって形が、一挙の形があるからって、ここはガラ空きでこうやってやっても意味がないからね、この手でこの手を止めて、それでこういうふうに場所を奪って、何もしてないんだよ、何もしてないんだよ、そしてこういうふうに出してきたって、そういうふうにやってほしいんだよね。で力が入ってると寄り所になっちゃう、相手に寄り所は教えてるのと同じ、自分の存在を、うるさいな、自分の存在を見つけ、相手に教えて知らせてるのかって、こうやってこうバレちゃってるのかな、全然バレちゃった、バレないようにしたいの、バレないようにって、ほらバレないようには力を抜いてなきゃダメ、力抜いてバレないの、そしてこういうふうに入っての、知らない間にで、知らない間にほらね、そしてこうこう、そういうふうにやってほしいのね。ちょっとじゃあそれで一挙の表やってみよう。あ、裏は簡単、裏はこういうふうに入ってきて、こうやってまっすぐ下ろす、これだけなんだけどね、まあ、表の方が難しいから表だけ先にやって、じゃあ片手を使って、今片手取りやったんですけどね、片手取りこうやって開いてきたらこう開けちゃうことになるから、ダメなのね。で正中線ってのは大事、そしてこのまま入って、このままこの手をと、この手でこの手を止めなきゃいけないので、でも僕はこっちから入ったんだよ、こっちから入ってこういうふうに詰めていったら彼は詰まっちゃうんだよ、だからこっちに出してんの、こう掴みに来てんだから、あーってこうこね、これをこっちに出していったら、それとかこっち外に出していったら開けちゃってるからやられちゃう、だから必ずこっち、おへそ自分のおへそに本に持ってきてんの、そして止めてんので、足とか手見てんの
それが自由だからね。それが自由、それが自由だから、手を止めるのにこうやってあげあげたらやられちゃうんだよ。だからいつもやばいな、こうあやばいなってこういうふうに思ってんの。いつも弱いと思ってんの。強いと思ってたら忘れて、こうにあげちゃったらやられちゃうんだよ。だからこの手を止めるため、あやばい、あってこういうふうに安定してるのが大事だからそういう話ね。だからあんまりこう手を止めようってこういうふうにやったらやられちゃうの。終わっちゃって、それで死んじゃった、終わり。だからこういうだからこおへそがこういうふうに回ってるとかね、手がこういうふうに入ってるとか、それが大事なの。それで型取りの稽古があるわけ。型取りで、これはこういう形で取ってんだよね。でこれこういったらやられちゃうんだよ簡単に。だからしょうがなくて当て身が入ってんの。当て身ってのはこういうふうに入ってんので、線でもらってんの。こうやって触った瞬間にここに行くんじゃなくて、ここに行ったら来ちゃうから、ここに来て、あ、来ないでねってこういうふうに言ってんの。そしてこう伸ばしてるっていうのは、さっき手で伸ばしてきてこうに来ないでねって言ったのと同じだから、伸ばしてきてこうね、これ以上入ってきたら来ちゃうよって、当たっちゃうよって。でこのまま足ついてくれば、こうやってあってもいいんだけど、やってもいいんだけど、そういう形があるからこうこういで来ないで、これ以上来ないでねって足が変わってんの。最初はこうだったよ。でこういうふうに変わってんの。でこういうふうに入ったの。で来ないでね、これ以上来ないでね。それでこっち持ってきた。そしてこうね、それでこうで、そのために外に出ないために肩取りの稽古があるっていうふうに思った方がいいかもしれない。でこう、あ、こう来たらこうね、こうでこれこう伸ばしてるの。テンションかかってるの、こっちテンション。そしてこのままこう、そしてこうやって入ってくれば、肘が上がってるからこう入ってくれば2強ね。こういう2強の形でこう2強ね、2強そういう形で。じゃあまあやってみようか要はやべえなって、やべえんだよって、こういう形。そしてこういうふうに入ったの。そしてここをあんまり押していかないのね。押していくと、こうやってやって押していくと彼は後ろ逃げちゃう。うわー、逃げちゃう全然ダメなんだよ。で彼の足を止めるってのは目的だから、ここの手は使わないの。こうやってきてこの手を押していかないの。押していかないでこの手を見てて、ああやばいな。そしてこれ反発してこうやって起きてくれ、こうやって落とすの。そういうのが似てるね。これ押していっちゃったら向こう逃げちゃう、逃げちゃったらどうしようもないってこと。だから逃がさないために足が入って こうやって落とし、下に落とすか、それから足が入ってこう場所、ここ押してないの。そしてこういうふうに出す、そういう形ね。じゃあ2強で肩取りでやってみようか。よし、2強でもいいんだけど、あのみんな2強あるじゃん。2強肩こうやってやってさ、こうやってボカってやるのよね。で戻してきた時にこうやってやって、戻してきた時にこれ当たっちゃってるの。これパーッ、だからここ優先順位は、ここがやばい、これがやばいって、それが優先の一番最初だから、もらっちゃって技うまくやったってしょうがないの。こういうとこへ来てこうやって彼は受け身の立場だから、やらないだけの話なんだから。でもやれる状態にしといちゃダメなの。甘い稽古になっちゃうの。こうやってやって見てん、分かってんだよね。でそれでも彼は受け身の立場だから、こうやってやれば崩れてくれるので、全然崩れてくれるけど、だ見てるとね、これ当たっちゃうのになと思ってるんですよ。でもまあしょうがねえかなって黙ってるんだけどね。
あのだ甘い稽古はしない、なるべくしないでほしい、なるべく。でここ見てて来ないでね言ったら、自分がこの線、この手が嫌だからこっちへほら入ってんだよ。それで押していったら逃げちゃうから、逃げないでねってこうここに落としてんの、この自分の下に線を外して、線を外して、この線を外してんの、押してこっち落としてんの。だから逃げれないようにしてんの。あのだからあんまり甘い稽古しないようにってことなんだけどね。あのそれは見てる人が見て稽古やってるうちにだんだん気づいていくことだから、あんまり言っちゃいけないんだけど、そういうことだから反対の手が大事。反対の手ってこう食らっちゃったら終わりなんだから、だからそういうことをよくなんていうのかな、考えてやってほしいの。何が優先かってのをもう一回思い出してほしいのね。そういうことで、じゃあいいや、こうやって来たよね、こうやって来たよ。そして今度こうやって来て、線外してこうやって三挙持ってくると三挙持ってこれるから。でこういうふうに入ってくれば、こうね三挙の形、こういう形ね、こう形で三挙。これ同じ、あのさっきの片手取りでね、あやめてねってこういうふうに言ったんだよね。でこうやって落としてきたのと同じ形、落としてきた形。そしてこうやって座って、でこうやって三挙こうやってこうかな、そういう感じね。それと同じだから、まあどっちやってもいいんだけど、まあ要するにこういうふうに見せて来ないでねって、来ないで、この手止めて、これで止めて、そして線を外して、これここでやったらやられちゃうから、この線を外してんの、外してこういうふうにしてんの。そしてこうなったら取れるんだから、そしたらへその前に持ってきて、で頭の方からこういうふうに入ってきた、それで座った、そしてこういうふうにやった、で持ち替えた、で胸つけた、でこういうふうに向こう行った、そういう形ね。じゃあ3挙やってみましょう。すごく静かになったね。じゃあ4挙、1、2、3ってやったんだっていうね。それで今度4挙ね。4挙はどうするかっていうと、こうやってこれね、当てる、こういうふうに全然関係ない本見てると来ちゃうんだよね。だから当ててんの、もう当ててブロックしなかったら当たっちゃうよって。そうそう、ブロックしてるから、あの当たらないっていうふうにやった方がいいのよね。あのだから当てちゃまずいからって言って弱くしないの。いやいや、本当に当てちゃうんだよって。そういう、それでこう引っ張ってる。それじゃないと技にならないからね。こうやって、こうじゃないの、当てちゃうの、当てちゃ、そうそう、当てちゃった時に引っ張ってる。引っ張って線を、この線を、この手が嫌だから、この線を外すのが先。それから、それからね、手をいろいろこういうふうに、こうやってこうやってとかいろいろ持ってんだけど、持ってないの、これ全然こう持ってないの。そしてこうやって変わっただけ。そしてずっと出てきたら変わってきて、あ、なんていうのかな、ここをこうやって離してもいいんだけど、あんまり動かしてないってこと。こういうふうに動かしてない、こういうふうに効いてんだ、これね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 。そしてこうに入っていくとか、離れたら離れたんだけど、ここね、離れたら離れたんだけど、その時は大きく入ってんだから、もしくはこうにあって当て身が入ってこうに入ってんだ、頭の方に入ってんだ、そういう話だから、ね、あんまりこうやってこの手をコントロールしてなんかやるとバレちゃうから、バレないようになるべく動きは小さく、なるべくバレないようにやってるわけね、そういう話で、まあいいや、こうやって来て、こうやって3挙来たのね。2挙でもいいよ、3挙来たのね。そしたらこうやって離れたの、こうやって嫌だよって、嫌だよって来て、あ、そう来たの、来た時にこういうふうに出てくる。そうするとこういうふうに曲がって4挙で逃げちゃ嫌だから、向こう行っちゃうと逃げちゃうから下に落としてるの。それして下にこういうふうに、ここに落としてるの、こうやって。そうすると痛いてててなるんだ。そう、4挙ね、4挙。
表しかやってないんだけど、表しかやってないんだよ。 これ当てちゃうの。当てちゃって、当てるつもりでやってるの。当てるつもりでボワーってやって、でまあ普通は当てないでこういうブロックしてるから、こうやってね、でブロックするとブロックしないでっていう人もいるんだけどさ、本当はブロックした方がいいの、ね、ブロック、まあ、そしてこの線を外して、線を外して、そう来るね、来た時には落ちてんの。そして見えない、まあいい、それで落として、でこうし自分の下、こっちは自分の下じゃないから、自分の下っていうのはこの自分のここにある中心ね、下っていうのはこっちじゃないから、こっちやったら、こっちやったら全然効かないの、効かない、こう自分の下、自分の体重抜くの、これ抜くの、抜くとここに体重が、体重がここにチェンジして、ここに体重がかかってくるの、痛い痛いってなる。まあそういう、たくさんやらないと分かんないんだけど、まあそれやってみましょう、4強ね。で今1強から4強までやったんですけど、あの1強ってのは普通は正面打ち、あの正面打ちでね、そう正面打ちで打ってきた時にこう出てくるの、そして場所を奪って、でこうで普通はね、この手、この手と競うと、この手と上がってくる手と競うと、競うと向こう行っちゃうの、向こう、そうすると彼は逃げていっちゃう、だから逃がさないって、逃がさねえよって、そういうつもりだから、自分の中にやべえなってこういうふうに入れて、やべえなってこういうふうに入れてきたいの、やばくないと、やばくないと俺が強いんだよって言うと逃げちゃうの、逃げちゃうね。でもやばいなってこうやって近づいてるの、やばいってこう近づいてるので、資格もらってるから、やばいなってこう中に入れるの、ほら中に入れるので、あ、逃げられちゃったら終わり、逃げられちゃったら終わりなので、逃がさないのは仕事だから、仕事だから自分の中に入れなきゃいけないの。入れるためにはこう、ここの手は柔らかくしてんの、柔らかくして、そして逃がさないでこうに落としてるって、そういうふうにやりたい、やりたいわけ。向こうに弾かないってこと、弾かないってことね。で1強から4強まであるから、あ、まあ5強まであるんだけど、合気道だとね、あのまあそういう、じゃあ1強こう来て、1強こう来て、これ弾かないためにはどうする？この手は陽の手だから上、そして中に入ってくる。で逃げられたら終わり。だから逃げられたら終わりじゃなくて、自分の中に入ってくるっていうふうに考えて、そしてこういうふうに出すってことね。これは一挙。それで二挙だとこうやって同じなんだけど、こういうふうに入ってきて、ここがこういうふうに二挙。そしてこれを肩口につけて上がってきた時に、これも逃がさないこと、向こう逃がしてんじゃない、こっちへ持ってくるためにこういうふうに入ってる、こっちへ来てくださいって、そういう感じね。これこの手、この手向こうへ弾くんじゃなくて、だから近いの。それでこういうふうに入ってる。で3挙も同じ、3挙もこう来た時にこう来て、これを押していっちゃうと向こうに逃げちゃう。だから押さないでこう中に入ってるとこういう形になってるので、こうなっちゃうと、こうなってるとこうなってるっていうのは分かんねえな。こう何にしろこう指先が力強い、この親指と人差し指が力強いとここが開いちゃうから、開かないように小指で締めてるって感じ。そしてこれドアだからドアを向こうへ、彼の方へこういうふうに来るといてててってなって、それでこういうふうに落としてるのね。それで自分が体先で、あんまりこういうふうに動かさない、これバレちゃうから、バレないようにやってるの。そしてほら自分が動いてるので、ここはなるべく動かさない。それから4強こうやって3強やってたのね、3強で、これ外れてきたの。そしたら4強同じだから、全部同じ。要は逃げられない、
逃げられないってことと逃がさないってことと自分の中に入れてくる、それはもうこれはもう1挙から4挙までのそれはあの鉄則だから、弾かない弾かない、こうやって弾いていったら損しちゃうの。だからもらってんの、もらってるってこと。そしてこうね、こうもらってんの、もらってるからほら、うん、はいはい、はい、っていう話ね。そしてあ50、40分でこうやってこうやってあいやそうだ、一挙から四挙までやりましょうって話だ。一挙でこうに来て来て来て、一挙したら二挙で三挙、そして外れて四挙でこう一度にできるからね、そういう稽古やってみよう。でちょっともう一回こうやって一挙来るよ、ね、こう来るで、そしたら2挙こう2挙でこう来て2挙なんだけど、その時にこういう風に入るの、 3挙で3挙でこれ外すの、そうすると4挙こっち、そういう感じね。で1挙から4挙までやってみよう。じゃあどうぞお願いします。